春の平正キャスティングゲームの醍醐味といえば、まずはバイトで、バイトがバーンって出た後に何秒か後に自分の竿先に振動が伝わるじゃないですか。ドーンと、あ、かかったってなった時の、あの全身電気が走るような感じというか、その後にまあ強烈な引きですよね。そういうまあ引き、緊張感、貴重な一匹を手にするまでの道のりですね。一匹をあげるのに丸一日やっても釣れなかったりとか、一匹を釣った時の達成感っていうのがすごくあるの で、一緒に乗船した仲間たちとそれを分かち合ったりもできますので、そういったところにもまた楽しさがあるのかなと思います。で、まあ、春はあのベイトが、まあ、魚に限らずいろんなベイトを食ってるので、あのルアーの大きさだったりとか、まあ、引くスピードだったりとか、そういったことをいろいろこう戦略を練っていかないと、なかなか魚がいても、いるのはたくさんいても口を使ってくれないっていうことが多々あるので、そういうこうテクニカルな部分を制して、こう一匹のヒラマサを手にするっていうところも楽しみの一つかなと思います。いやいやいや、すごいですね、雰囲気が。これはなかなかの緊張感がありますね。オシアプラッカーリミテッドの S83H、 P ラインが8号、リーダー150ポンドです。ルアーはダイブフラット 240F ですね。あー、この潮波と風と荒れた海の中、どう泳いで春のヒラマサを攻略してくれますかね。このルアーが楽しみですね。カラーが良くて見やすいですね。すごいよく飛ぶ。動きもいいな。最近のベイトの傾向でいうと、まあ、マイワシがかなり多いです。今年はカタクシよりもマイワシが多くて、やや大きめなルアーにも反応してます。で、時折見るのがボラを食ってたりするので、まさにこのダイブフラットの 240F なんかはぴったりなサイズじゃないですかね。ダイブフラット 240F 138g、このルアーが登場します。まあ、今回ちょっとね、ヒラマサの歯型がたくさんついてるんですけど、まあ、名前の通り、まあ、だいぶフラットになってますね。これはで、ダイビングをかなりします、引いてると。で、まあ、今回フラッシュブーストはあえて入れてないんですけれども、この横の面とかですね、下の面がこうフラットになってて、かなりこうヒラを打って、 S 字を描きながらヒラを打って、こう頭が少し大きくなってますので、でアピールする感じです。で、中にラトルも入ってて、まあ、中の水中の中のヒラマサにアピールするようになってますね。でも、アクションすると分かるんですが、かなりこう水面下に潜って S 字を描いてヒラを打ちますので、水中の中へのヒラマサへのこうアピール、フラッシングのアピールも、まあ、もちろんそうなんですけど、波動っていうところでかなりアピールがあるんじゃないかなと思います。まあ、春にも、まあ、秋にも夏にも全部まあ有効的なサイズではあるんですけど、水面下でこう餌を食うヒラマサもたくさんいて、で、まあ、シイラとかトビウオとかはこう水面をに逃げるんですね。逃げながらこうヒラマサに追われていって、最後にドーンと食われるパターンと、いきなりこう突き上げるように下からバーンと食うタイプとあるんですね。で、突き上げるタイプのって、その餌自体があんまりこう逃げようとしてないというか、多分おそらくナチュラルな状態でこう泳いでる時にいきなりバーンってくるんで、逃げる隙間も与えられてないと思うんですよ。で、その逃げる隙間を与えられてないパターンの時って結構こうパターンが難しいんですよ。目に見えて逃げてるとそれを追っかけてって投げたりとか、
ちょっと派手なアクションとかで誘えるんですけど、いきなり突き上げるタイプのは普段その水中にいる魚がどういう動きをしてるかっていうのは読みにくいことがあるんですね。ただ潮目にいる餌とかを見てると意外とねゆっくりふらーって泳いでることが多いんですよ、潮目に。そういうのをいきなり突き上げてるんで、まあ、それをちょっとイメージして、この潮目だったりとか潮の流れの速いところにこれをまあダイブフラットを投げてゆら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 漂わせてると、いきなりゴボッとこう水の中で食ってくるっていうのは今回も何回かありましたけど、まあ、そういった食わせ方もできますし、まあ、早く引けばノンストップジャークでもできますし、でさらにこうスピードを上げてあげればこう水面に浮いてきてバシャ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 しながらアピールすることもできます。まあ、あと何よりその大型のヒラマサを狙うときって仕掛けが太いので、タックルが PD8 号とか10号とかリーダーの150ポンドとか使って、まあ、大きめの水ベルつけてやるので、そういったタックルでもかなりこう飛距離が出せて、で、まあ、大きい針もつけれますので、実際そのでかい20キロ30キロってヒラマサがかかった時に勝負ができるといった意味でも、まあ、大型のヒラマサを狙うルアーとしてはかなり有効的なんじゃないですか。まあ、10号でも、まあ、風もありましたが、だいたい75メーターぐらいは安定して飛んでいったような感じなので、飛距離としては申し分ないですね。横風向かい風の時は、まあ、少しでこの風の抵抗を受ける形になってるんでややふらつきはありますが、それでもほぼ問題なく飛んでくれますね。今回のダイブフラットは、浮き姿勢が立ち気味でよく水を噛むので、横風横波向かい風向かい波の下る時でも横行く時でもすごい水を噛んでアピールしてくれるので、まあ、安定したアクションができてるなっていう感じがすごく強かったです。ダイブフラット 240F の基本的な操作方法をこれから説明したいと思います。投げますね。まあ基本的な操作方法、普通にワンピッチワンジャーク、これはまず基本です。結構早めでもね遅めでも水かみは良くて、よく潜ってね左右にクイックにグリグリ動きます。これが普通のワンピッチワンジャーク。だいたい2回転半から3回転回して、はい、入れます。まあ三好にいたり友にいたりするときは長くこうストロークが取れるのでやりやすいかもしれません。で道の間だったり2番目3番目にいらっしゃる方は、長く引けない場合があるので今度はショートジャークになりますね。じゃあ次ショートジャークいきますね。では胴の間の時に、まあ、ロッドが短かったりした時にショートジャークをします。まあ、あと逆風横風の時に、波が自分の方に倒れてくる時や横に波が崩れてる時にアクションする時はこのショートジャークの方がルアーが海面から飛び出さずに綺麗に水を噛んでアクションしてくれます。よく動いてますね。このショートジャークでも、場所によっては長く引けないのでショートジャークしかできない場所でロングジャークをする時は巻いてあげてもいいと思います。今入れました。入れて巻く、頭を入れて巻く、頭を入れて巻く、これで結構なロングジャークになります。泳いでますもん。この方法もよく使えると思います。次にロングジャーク、まあ、ロングジャークはリーディングでもできますし、まあ、三好と共にいるときに目いっぱいストロークが取れるところでロングジャークをしてみてください。潮の流れが速い時よりも若干緩い時の方がロングジャックはいいように思えます。流れが速いとですね、ロッドを戻して次のアクションに行くまでに間に合ってないような感じがしますね。あと潮波がバシャバシャしたり風波がバシャバシャしている時にはロングジャックをすると飛び出してエラーすることがありますので、ロングジャックは比較的波があまりない
穏やかな海でするといいと思います。よく噛んでますね、泳いでますね。このダイブフラットの 240F はストレートというよりも S 字を書いてよく動くルアーなので、ノンストップジャークにも適していると思います。でノンストップジャークって全くのストレートな動きだと反応しにくいんですけど、結構ダートしたりね、 S 字を書いたりするルアーだと平正の反応がいい時がありますので、このタイプの形のルアーはノンストップジャークにも向いてると思います。ぜひ試してみてください。これは、シングルフックなんですけれども、これなぜシングルフックかというと、韓国の方に調校を誘いいただいてチェジュ島っていうところに行ったんですが、韓国の方でもすごい平正キャスティングゲームがものすごく流行ってるみたいで、地元の方たちと交流も含めて行ってきたんですね。でまだその遊漁船自体も開拓途中で、一緒にちょっとチェジュ島を開拓しないかっていう兆候だったので、すごく楽しみに。でも前日からね、20キロオーバーが前日はね5本ぐらい上がったって聞いて、これは自分たちついにこんなところに来てしまった、久しぶりにこうワクワクして寝れないような夜だったんですが、向こうの方たちが使ってる針がほとんどシングルフックか、もしくはそのシングルのツインですね。でキープもせずに、皆さんもクーラーもこれも全く持ってきてなくて、ほぼリリースするみたいなので、シングル使ってるんだと思うんですが、それならば私もこのシングルをと思ってで用意してたんですけれども、実際現場について、ポイント自体はなんか日本と同じような感じのポイントで、で4流し目か5流し目ぐらいですかね、とんでもない平正が来てくれて、現場で測ったら163センチの40キロっていう平正だったんですが、私も初めて見るような大きさの平正を、キャッチすることができて、でがっちりいいところに針もかかったので、その時はダイブフラットの240のプロトタイプで行きました。で今回その超過もあったので、このシングルフックを使ってみようかと思ってるのと、あとは普段私トリプルなのでトリプルフックも使ってみようと思ってます。で印象的にはそのシングルの方が、ロールもよくロールというか、S 字を書いてアクションを結構派手にして波動が強めなアクションが出てると思うんですよね。でトリプルフックの方は、水かみがやっぱりこう針が多い分よくするので、動きが多少抑えられると思うんですよ。でもそのどっちがいいかっていうと、正解はなくて、おそらくその波動がすごい出てる時の方がいい時もあれば、ちょっと抑え気味のいい時もある。あと水面に潜らせることができるのはおそらくトリプルの方が潜ると思うので、水をかませて潜らせたいアクションしたい時はトリプルにしたり、多少水面に浮かしたい時はシングルを使ったりっていう面で、そういう使い分けをして行くのは針を変えてやればいいかなと思います。カラーバリエーションなんですけれども、かなりありますね。今回は6カラー、今回はこれを使って、オレンジ、すごい視認性が良かったんで、動きをすごい見たかったので、この視認性のいいカラーを使ってました。でこれですね、この羽がついたケイムラトビウオ、これは動かしててめちゃめちゃキラキラしてましたね。ギラギラしてアクションしてましたね。いろんなカラーありますね。この個人的に結構あったね、これ最近出てるこのイワシミント、これ結構好きです。こう動かしてて見やすいルアーっていうのは私は使うようにしてますので、この時自分の好きな色を使ったらいいと思います。ダイブフラット 240F に合うタックルですね。私は竿はですね、オシアプラッカーリミテッドの S83H、これは私よく使ってるタックルです。でリールはステラの14000の XG、 P ラインは今巻いてるのは15ですね。これはだいたい6、8、10でいいと思います。6、5、8、5、15でいいと思います。で今回XG なんですけれども、場合によっては、HG だったりパワーギアだったりっていう選択肢も、ありだと思います。でリーダーはですね P15 でリーダーは150ポンドです。で6号の場合、これ結構大事なんですけれども、6号で150ポンドだったり10号で180ポンド
をつけられてる方、アングラーの方もいらっしゃるんですが、まあ、私が見た傾向でいうとルアーの動きだったりとか状況ですねを見れると、極力このリーダーっていうのはバランス的に細い方がルアーの動きもよく、飛行性キャストした時の抜けもいい印象がありますので、だいたい6号だと120ポンド、8号だと140か150ポンド、10号で180よりもおそらく150の方がキャストした時の抜けとアクションといいと思いますので、私は10号を150ポンド使っています。もうないかな、昨日もここ多分叩いてないしな。すごい。起きた、来たぞ、やっと。やっと現れたぞ今。1、4、5に変えます。よし、しぐぜ。さあ、来い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 。ああ、出そうですけどね。いい感じ。水深が深いのと、あとそんなに大きいサイズがいないの で、目に見えてナブラがないので、とりあえずちょっと探りでやってます。まあ、春は、まあ、ポイントによりけりですけどね、このポイントは結構イツキのヒラマサがいるので、そのヒラマサを狙ってるんですけど、さっきからバイトをしてても、バイトがあっても食いがものすごく浅いというか、寄ってきて帰るだけみたいなのが多いので、ちょっとルアーサイズを落として一口でパクッと食べてもらえるようなサイズにしてます。おきゃ、来たよ、おっしゃ、あーっと、もう一回、あー出ましたね。でもまあ、別注ヒラマサってシリーズがたくさんありまして、まあ、220、190、160とフラッシュブーストが出て、で今回145のフラッシュブースト、まあ、動きは餌ですね。これは餌のような動きをしてます。本当に水の中でくねくね動いて、もうなんか魚にしか見えないんじゃないかっていうような動きしてました。水かみがやっぱすごいですね。浮き姿勢がよりこう立ち気味になって、水かみよくこう海の水の中をですね、水面下を泳ぐようにしたウエイト設計になってます。結構力強く動かしてもいいですかね。ゆるくも動かせますし、リールによっては例えばまあパワーギア、ハイギア、XG ですね、どのリールのリーリングのスピードに対しても対応するような感じの頭の入りやすさになってると思います。このルアーが活躍するシーンはやっぱりその餌のサイズに合わせた使い方ですね。カタクチイワシだったり、まあ、オオバイワシはこれよりも大きいかもしれないですけど、まあ、あとは浮遊物ですね、クラゲだったりとか、結構ね、春に限っては、まあ、このサイズを潮目に浮かせて漂わせてちょっとお辞儀するぐらいにこう動かしてっていう動かし方でもこのサイズはよくヒットしてます。そもそもそんなに大きいヒラマサを狙わないパターン、深い水深でだいたい40メーターから70メーターぐらいの水深で、まあ10キロ15キロぐらいまで、大きくても15キロぐらいまでのヒラマサが、その水深で捕食回遊している時にこう
狙うのに適していると思います。あとですね、カラーリングなんですけれど、今回ですね6種類ルアーがですねサイズが小さくなればなるほどちょっと視認性が少しこうちょっと見えにくいなっていう時があるんですよ。なのでちょっと、まあ、天候だったりとか潮の色だったりとかによってこの見えにくいなっていう時は結構明るい目の色ですね、背中がホワイトだったりとかオレンジだったりとかっていうのを選択して、まあ、自分のルアーがどういうふうに動いているかっていうのを、そもそもルアーが小さいのでよく見えるようにこういうカラー選択、派手なカラー選択っていうのは一つ必要だと思います。別注平正の 145F のフラッシュブースト、今使っているのは P45 ですね。 P45 で投げてます。これもワンピッチワンジャーク、ショートジャーク、ロングジャーク、結構水面下に潜ってフラッシュブーストがアピールしているような感じですね。次にロングジャークですね。ロングジャークも同じです。三好ともにいるとき、ストロークがたくさん取れるときにロングジャークをやってみてください。まあ、水面が細かい波が立っているときはやはりルアーが飛びやすいのでロングジャークというよりはスノーワンピッチワンジャークとショートジャークの方がアクションエラーがなくできると思います。比較的穏やかな日、まあ、ロングジャークを、はい、じゃあ次にショートジャークですね。ショートジャークはこの頭をポコ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 上に出しながら、これも横波ですね、潮風逆の時の逆風に投げてこっちに波が崩れてくる時にこのショートジャークをするとアクションエラーが出にくいです。ショートジャークは結構使いますね。春は特にね、潮目にいるものをついばんで食べてるんで、早くクイックに動かすのもいいですけどね、このサイズをふわ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 これぐらいで浮かして漂わして浮かして漂わしてこれぐらいのスピードでも普通にヒラマサ食ってきますからね。潮目にいるなんかでクラゲとか、カニの幼生とかエビの幼生とか、ね、変わったものを春は食べてるので、それをイミテーションして潮目にこのルアー入れれることができた時はないつもの動きよりも結構スローに動かすのも超過につながります。まあ、何匹もその動きで春は釣れてますので、ただルアーが小さいので、まあ、針が当然ちっちゃくなって大きいサイズがかかるとちょっとやり取りが難しくなるので、水深はある程度深場であることをお勧めします。別注平正の 145F のフラッシュブーストに合うタックル、まあ、今回私が使っているのはオシアプラッカーのフルスロットル、これはですね S82MH です。でリールがステラの8000番ですね、 8000HG で P ラインが4号、リーダーは100ポンド使ってます。まあちょっと100ポンドは太いかもしれないですけど、今回ですねこれでちょっと大型の平正が来て勝負しないといけない時が来るかもしれないと思ったので少し太めのリーダーにしてます。まあ通常もうちょっと細くてもいいと思います。おそらく60、70、80ポンドぐらいでもいいと思います。なのでちょっと干渉を避けるために私リーダーを短く使ってます。100ポンドはなので60ポンド70ポンド使われる細いタイプでしたらリーダーも少し長くてもいいと思いますね。お願いします。動いてないな、朝だな、ちょっとはいい感じですね。朝チャンスだな。
味しいボラですよ。昨日より風は落ちてますけど、雰囲気は昨日よりいいですね。今のところ来たな。今出ましたよ。太陽が出てきました。潮波の中でもかなり水を捉えてダートしながら動いてますね。水中のアピールもかなり大きそうですね。この平打ちはギラギラしてますね。水の中で俺はいけるでしょう。僕の大好きなコースです。竿変えました。竿はオシアプラッカーリミテッドの S83H、 リールがステラの14000番、 P ラインは15、リーダー150ポンド、ルアーはダイブフラットの 240F です。まさに韓国で釣った時のタックルですね。これはきたよ。よし、水中で引っかかったぞ。潜ってる。遠かったからな。振り切ってるだけだ。強い、すごいですね。首振りが、おお、結構ドラグを締めてますからね。マグロみたいな食い方しましたよ。地味な。首叩いてますね。スピード速かったですね。キュッと。見えた見えた。太い、すごい太い、ブリみたいなヒラマサですね。よっ、よいしょ、よー、やった。朝一太い、よいしょ、やりました。めちゃめちゃ太いヒラマサです。よいしょ、うわー、太い。水中でひったくってったパワフルなヒラマサでした。ギラッと。サイズ感わからなかったですけどね、引きがすごい強かったです。めちゃめちゃ太ってますね。春っぽいヒラマサ。043だね。115、129、
129かな、115の129。おお、振り切ってるんじゃないですか。はい、20キロ、20キロというか、まあ、カチッとなってるんで20キロあります。おお、おお、いった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 。で、逃がすときに尻尾でね、ここいつも弾かれるんです、元気なのは。太いヒラマサでしたね。水深はね、おそらくヒットしたのは25メーターぐらいだったと思うんですけど、波の向こうで一回出て、で私ちょっとまあ後ろでやってたんでいまいちちょっと見にくかったんですが、キラッと水中の水の中でこうひったくっていくような食い方をしてました。で、水の中でこれが潜ってくれて、かなりこうヒラ打ってうね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 して動いてくれてるので、すごいアピールはあったと思います。で、水の中で食って横に走ったっていう感じでしたね。で、綺麗にね、このフロントフックにカンヌキにかけてかかってたので、本当にひったくって横に反転してフッキングしたっていう感じでした。すごくまあフッキング的にはすごく理想的なフッキングでした。で、ベイト自体もあのイワシが追われてる時っていうのは、あの鳥がたくさん飛んで、なんとなくこう魚っけっていうのを感じることが多いんですけど、このポイントは鳥も全くほぼ1匹も飛んでなくて、で、まあ、潮が流れてる状態で鳥も1匹も飛んでなかったので、小さいルアーを使うとかえってこう目立ちにくいというか、意識してない、ヒラマサ自体がそういう小さいルアーを意識してない、小さいベイトを意識してない可能性があるので、まあ、こういうダイブフラット240Fですね、こういった大きいサイズでちょっと目立たせてあげて、で、春は春に限定してですけど、最近ボラを捕食してたのを何回か見たの で、ボラはもっと大きかったんですよ。なのでこのルアーサイズでも全然食ってくるなっていう感じはしてました、はい、なので、まあ、よかったです、食って、はい、いきなり現れた。おお、上がってきた。かわいいヒラマサ。釣れました。145フラッシュブースト。いきなり現れて食ってくれました。かわいい。綺麗。2歳ぐらいですかね。はい、行きまーす。おい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 、超元気。まあ結果から言うとですね、20キロのヒラマサを手にすることができました。で、まあ、だからといってすごいいい状況だったと言われると、まあまあこう海は厳しい状況で、バイトすらさせてくれないっていう状況が続いてたんですけれども、そんな中ね、朝まずめの潮がすごく効いてる中、ダイブフラットの240ですね、暗い中でも平打ちながらアピールしてくれて、潮がすごい速かったんですよ。潮流が 1.7 ノットぐらい出てたので、その中でも、しっかり泳いでくれないとやっぱりね、でかいヒラマサは見切ってしまうので、しっかり動いてるルアーだからこそ起きてくれたかなっていう一本でした。もう丸々太った20キロだったので、すごく嬉しいピキになりました。で、別注ヒラマサの145の方ですね、こちらも1匹ヒラマサはキャッチすることができました。小型のヒラマサからまあまあ大きいヒラマサまで反応はしてくれて、で、取れたのは1匹だったんですけども、まあ、アイテムの一つとしてはかなりいい、泳ぎやすいですし、飛距離もね、思ったよりもすごい飛んでくれたっていうのは印象的にありましたね。軽く振っても、これ一日中振ってても疲れないなっていう感じでした。なのでこれからの、まあ、春に限らず、ベイトが小さい時だったりとか、あと場所ですね、玄界灘に限らず外房だったり、日本海の方で、まあ、ブリだったりとか、北海道も今キャスティングゲーム流行ってるみたいなので、北海道のブリとかですね、そういったところで各地で活躍してくれるサイズ感ですし、ウェイトではないでしょうか。
これからが楽しみです。